はいどうも皆さんおはこんばんにちは。本日の動画はホークス代表決定戦オンライン予選でもやっていこうかなと思います。それでは早速オーダーから。オーダーはこれでいきます。野手はあと2人 S ランクが出ればベンチまで S ランクで揃えれます。今シーズンからホークスに加入した山川選手を自チームミキサーで狙っているのですが、なかなか当たりません。ほんとよくできたゲームです。それでは次に打順です。1番は周東選手。定打どうなのがきついですが、出塁できれば無双します。そして2番以降はこんな感じの打順にしてみました。8番の川瀬選手か9番の甲斐選手のところで代打ウォーカー選手を使おうかと思ってます。次にピッチャーです。ピッチャーは一応全部 S ランクで揃ってます。千賀投手といった価値が知らないませんが、このメンバーで戦っていこうかと思ってます。試合は現在9勝8敗。本日は先発投手1周分の5試合して勝ち越しを目指します。それでは1試合目全く打てないさん、よろしくお願いします。5試合するのでガンガン飛ばしながらいきます。1番周東選手、初球外角フォークでワンストライク、2球目も外角フォークでバットに当てるも2ストライク、続く3球メインズバンまっすぐそれ打点、続く2番今宮選手ボール球からストライクゾーンへのスラーブドン詰まり、3番牧原選手外から入ってくるスラーブにうまく合わせますがちょっとずれたか、セカンドハーフライナー3アウトチェンジ、相手1番牧原選手インハイへのドン詰まり狙いのまっすぐ、あやばい怪我するぞ気をつけろ、続く2番中村選手外角へのフォースラ狙い通り引っ掛けてくれた、続く3番近藤選手1球目インハイまっすぐからの2球目インドウェイのフォースラ、ピッチャーフライス3アウトチェンジ、2回表近藤選手セカンドゴロ、続く中村選手サードゴロ、栗原選手外角からのスラーブ捉えるもセンター真正面初ヒットなかなか出ず、2回裏先頭山川選手外角への直球でセンターフライワンアウト、続くギーターインローフォースラで2アウト、アストデイーヨ選手アウトローへのフォースラで3アウトチェンジ、最終回7番ギーターからの攻撃、ついに出た初ヒット、川瀬選手で送りバント決めたろかいと思ったけど大きい変化球あるからリスクがでかい、エンドランに作戦変更うまく決まってワンアウトランナー2塁、9番甲斐選手のところで代打の切り札ウォーカー選手、しかし申告敬遠やられました。これは完全に何してんねん。1番周東選手2ボールからの3球目、まっすぐ系でストライク取りに来ると張っていたらちょっとボール球だったけど手を出しちゃった、2アウトに3塁のチャンス、あと1本欲しいところ、外に逃げるスラーブに手を出してキャッチャーフライ、3アウトチェンジ、3回裏相手先頭バッター甲斐選手セカンドハーフライナーワンアウト、続く三森選手ピッチャーゴロで2アウト、今宮選手に投じたインハイストレートに対応されるもなんとかレフトフライス3アウトチェンジ、試合は特別延長、ノーアウト1、2塁、バッターは3番牧原選手からスプリームマシンで捉えるもまさかのサード真正面ゲッツー、取られて2アウトランナー3塁、ここからはノーカットでご覧ください。初球アウトローへのフォーク引っ掛けてファール1ストライク、2球目インコースへのフォークに空振り2ストライク、2ストライクノーボールに追い込まれてからの3球目、えぐすぎる、これぞ4番の一振り、続く5番中村選手はどん詰まりのサードをフライで3アウトチェンジ、4回裏の守り2アウトから山川選手をレフトフライに打ち取って3アウト、ゲームセット、見事1試合目を勝利で飾りました。続く2試合目は短めに川瀬選手のところで代打ウォーカー選手、いやきっちり役割を、ね、果たしたいですよね。初球のパワーカーブを捉えてレフト前ヒット、ウォーカー選手打ちやすい、ウォーカー選手の初ヒットなどありましたが、中村選手の暴投などもあり最後は門田選手に、ナチュラルシュートをきれいにレフトオーバー打たれサヨナラ負け、これで1勝1敗、
続く3試合目初回はお互い譲らず0対0。2回表相手の攻撃ツーアウトからツーベースヒットでランナー出塁。続くバッターにインハイのボール球をライト線へ運ばれて先制点検上。続く3回にもツーアウトランナー二塁で野村さん、運流し打ちうますぎる。最終回特に反撃もできず三者凡退。スリーアウトで試合終了。これで1勝2敗。4試合目エースモイネロ投手、ここは勝ちたい。相手ピッチャーは石川投手、ちょっと得意かも。初球はインハイ、まっすぐのボール。2球目パワーカーブを捉えてライト前ヒット。続く2番今宮選手、初球高めまっすぐのボールからの2球目、インローをまっすぐにうまく対応してチャンス拡大。ノーアウト1・3塁。3番牧原選手、インコースへのカットボールでボテボテのない矢頃の間に1点先制。その5バッター続かず3アウトチェンジ。モイネお通しゆ危なげないピッチングで三者凡退、3アウトチェンジ。2回以降は石川投手得意と言っていた割に特に打てず、最終回2アウトランナー2塁のピンチを迎えるも、牧原選手をサードゴロに打ち取りゲームセット。これで2勝2敗。最後5試合目先発は有原投手。この試合を勝ってなんとか勝ち越したい。初回は1、2、3番全員内野ゴロに抑える好投。さすがは超特殊能力グラウンダー。そしてヒットすら打てずにいよいよ最終回の攻撃。バッターは7番ギーターから。ボール球からボール球のスライダーだったけど、ナイスガッツもポテンヒットでしゆつるい。続く川瀬選手のところで代打ウォーカー選手。その初球いい当たりもサヨナラはならず、ノーアウトランナー1・3塁の大チャンス。9番甲斐選手、初球インハイまっすぐ見逃してストライク。続くインハイパワーカーブにどん詰まり、サードランナー間に合うか。まさかの渋すぎる内野ゴロでのサヨナラ勝ち。それでも勝ちは勝ちや、最終結果3勝2敗で勝ち越しに成功しました。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。